1個目のパズルだ。小学生だと思われてる。うわ、なんだここ、洞窟だ。この丸がスタートなんだ。おおはは、いいねー、ワクワクするねー。おー、ソファーとかもあるな。おお、ちょっとね、急に難易度高ない？あ、繋げないね。こっちが開いたってこと。こっちはなんか見やすいかも。おー。あ、ついたついたついた。あ、なるほどね。開かないとダメなんだ。じゃあ、こっちの、あ、いいね。いい難易度な気がする。オーケーオーケー。これでいいんだよね。てかシンプルにさ、なんだこれ、あー、やっぱここと関連でダメなんだ。いや、これは簡単や。これ猿でもできる。最速 RTA。 あれ、これといてここか。あ、これどこ行けばいいんだ。あそこね。はいはい。いや、猿でもできる。いや、だいぶこの中ではなんか難易度の差がすごいな。いや、これ急に難易度。急に難易度高い。あ、遠目で見たらいけるわ。はい、開いた。で、これで、ここ開いたんだよね。なにこれ？超簡単。うえー。走ろう。とりあえず。なんか、アイテムとかないんかな？アイテムとかさすがにないか。うわぁ！白っ！え、ってか、気になるのは、あそこの上の方だよね。そうそうそう、上の方気になるよね。上の方超気になるよ。この、こっから出てた、やつが、おっ！いやいや、これは行かないとダメでしょ。この裏口の方行かないとダメだよね。ちょっとあの、黙るかもしれんけど、ちょっと音楽しいの。なんだここ。ちょ、待って。めっちゃパズルあるやん。え、ちょ待って、これはいいね。うん、まだまだやることあるやん。こんなんめちゃくちゃやることあるぞ。いや、面白い。開いてるね。よしよしよし。で、この裏になんかあるんじゃないの？ほらね。これなんだ？真ん中か。え？え？何これ？
進んだ。積んだ。全部の黒点を通れってこと。なるほどね。はいはい。うわ、これむずっ。同じところ通っちゃダメなんかな。ダメだ、通れない。楽しい、楽しすぎる。こうだな。いや、ダメだ。最終的に右上行かないといけないと思うんだよ、多分。見えた。ジニアス、ジニアス。見えた、今ね。ごめん、ちょっとこれ話聞いて。今頭の中でなんかうぅぅぅぅってなった。やばい、このゲームのために生まれてきたやつかもしれない。で、ここ通って何なん、寿司三昧。なんでここ通って何になったの。さっきのとこ戻ってきたんだけど。ちょっと待って、このゲーム、アイテムとかいう概念がないのか。アイテムっていう概念がない。マジのリアルなストレートの謎解きパズルゲームなのかもしれないこれ。だからここ解いて何の意味もない、ただ解いたっていうだけ。いいね。で、ここに捨てられたパズル、これ解けない。解ける、何がオッケーだったんだ、あの三角、何、右下の。そこ通っちゃダメってことなんかな、その三角の。いや、でも三角の向きのところ通っちゃダメってことなんかな。まあいいや、ひたすらパズルだ。ごめん、ちょっとごめんね、それはごめん。うわ、急にむずい。真ん中の黒、何、これ簡単だろ。いや、絶対このなんか黒あるわ。え、ここむずい。ってことは上から入んないとダメだろ。これどうすんの。徐々に行ってほしいよね。ちょっと徐々に行こう。え、ここどうすんの、ここ無理。あ、そうか、ここにもゴールあんのか。なるほど、頭いいね、ほんとこのゲーム。で、一旦ここ入って、だからこう行って、こう行って、こうじゃない。ダメだ、この謎の黒点、何。なんかさ、その解いてく間にさ、ピキーンとかなんないからさ、何が正解なのかわかんないんだよね。絶対これなんかあるはずだ。白と黒の間を通るのって無理じゃないか、これ。ここも通んないとダメなんだ、左上も。ああ、え、だったらさ、この右上の黒、何、右下の黒何ってなんない。ここの黒、ここの黒何なん。
白だけを囲うんだ。うわ、いいな、あのちょっと木みたいなやつ。全部パズルだ、全部パズルだ。あれ、なんもない。なにこれ、色が違うな。あれ、黄色が出なくなった。もうパズル解きたくない。必死にやってんだよ、必死にパズル解いてんだよ俺は。